一撃19億。今日はですね、私何ページまで読んだのかな、この一人の力で日経平均を目指せるのか、投資哲学指数3と呼ばせてもらいます。かなり半分読んでちょっと考え変わりました。指数3のすごい尊敬すべき人ですね。だいたい96ページまで読んだのかな。で、私と似てるっていうかね、私の方がちょっと勝ってんじゃねみたいなとこあったんですよ、このカズブロが。彼このスマホゲームリネージュ2レボリューションで、課金9000万。9000万ってすごいと思います？皆さんすごいと思いますか？というのはですね、9000万でしょ、9000で1234ですよね、割ることの200億ですね。200 1234 1234、うわで、かけることの100、これ計算あったと思うんですよ。0.45% なんですよね。 1% も、要は年収じゃなくて総資産のですね、総資産の、もう一回いきます。9000 1234割ることの200 1234 1234、これでよく OK ですよね。1 10 100 1000万 10 万 100 万 1000 万 1億 10 億 100 億、まあ230億ですよ。200にします。で、出ますよね。で、かけることの100でパーセンテート、総資産の 0.45%、 100万資産があれば、いくらだ、100万だから4500円使ってるってことなんですよ。ですよね、これ合ってると思います。 0.45%、 1% も使ってないですよ。例えば年収100万の人は1万も使ってないってことなんですよ。でですよ、私ね、過去にね、パズドラってゲーム今ありますよね。2年前以上、3年前ぐらいかな、全盛期手前ぐらいですかね、2年間ぐらいですね、住宅ローン返済ぐらい使ってたんですよ。例えば仮にですよ、だいたいね、65万から85万ぐらい使ってですよ、年間。まあ、間っていうかね、80万にしますね。80、総資産じゃないですけど、年収でいきます。まあ、80万使ってました、毎年大体。で、2年半ぐらいですかね。ただこれね、データ残ってるだけでね、私あのコンビニで、あのカードあるじゃないですか、アップカードとか Google の、そういうので買いまくったりもしてたんで、あんま計算してないんですけど、クレジットカードに残ってるので見るとこういう感じなんですよ。で、80万割ることの、まあ年収、まあ一応400にしておきますね。400 1234、うわ、 0.2%、 80 1234割ることの400 1234、はい、0.2% じゃなくてかける100は 20% です。見てください、年収の 20% ぶち込んでました、私パズドラに。これ嫁に知られたら殺されますよ、年収の 20% ですよ。で、実質私、現金資産で貯金自体はないですよね、ほとんどほとんどないです。400もないですねないです、これ。だから、あのシースさん9000万使ったって思うんですけど、私パーセンテージと言ったら気違いレベルですよ、これ。はいはい、っていう動画です。はい、そのすごいとかどうじゃなくて、まあとんでもねえバカだなっていうね、暴露ですよね、これ。はい、そういう動画でした。下から無職っていう人間が上げる動画じゃないよな、これな。あの、12月30日に上げる、12月31日に上げる動画じゃないですけど、またこのチャンネル見てください。お願いします。